本です。入れたてだったら余裕があるから、うん、1個6秒計算。そうですね、6秒です。はいはい、1個5秒でどうしよう。いや、確かに言えねえよ。1個につき1秒タイム縮めると、しゃ僕らはねえじゃない。じゃあ1個5秒ってことだな。1個5秒で、僕が1個6秒で食べてるってことになる。いや、うどん、はい、それ聞いたよ。なんかいいじゃないですか、補足で何か言っても。あ、もう早そう。あ、早そう、めっちゃ早い。だからそら腕立てはもう、よしよしよし、これ多分プロなんだから。そうです、確かにそうか。腕立てのプロか、すごい。いくぞ、はい、いいのか、はいよ、いきますか、いや、大丈夫ですか、はい、いきますよ、大丈夫大丈夫よい、スタート。食うのが弱いんだ。咀嚼力がないんだな。これただのマシュマロだからね、子供用だからね、もう言ったって。どうだ、どうだ、どうだ、あれだな。あ、でもまあ、あ、やばい、早いな。早いね、やっぱりね。ヨーグルト味だから酸っぱいんだな。ヨーグルト味なんですか、これ。いちご味って書いてますけど、ヨーグルト味。あ、もうしんどそう。あ、顎がしんどそう。顎が弱いの。なんだその顔は。テレビ用の顔して、テレビ用の顔して。あられが入ってきた。あられが入ってきた。やばい、早い。おお、渡る前言われてるよ。ダメだ。はい。これは言ったんじゃない。やばい、これ早い。これは言っただろう。これ早い。結果、はい。はい、50秒28です。うわー。うわー。久々。うわー。久々。でもあれだよ。50秒28ってことは。はい、1個5秒以上かかってるってことだ。やかましいおじさんいるわ。やかましいおじさんいるわ。ズラさんリタイアズラさんリタイア。ズラさんリタイア。ったんだろうか。そうですね、確かに。ただ赤文字でちゃんと書いてますね、リタイア。どうでしょう。いや、最高に嬉しいですね。いやいや、やっぱお前そんなことじゃん、お前サスケに勝てねえだろ。途中やっぱやめちゃおうかなとか思ったんですけど。やかましい。最後で諦めずに。諦めてよかったんですよ、ね、こんな。いやいや、まあ、自分を褒めてあげたいですね。渡辺さん、はい、そういう番組じゃないんで。これね、でも飲みやすかったな。あ、なるほど。確かに中にゼリーみたいな入ってるじゃん。プロントはいきますよね、確かに。え、ゼリーみたいなの入ってた？ちょっと、なんか。あ、はい。じゃあ、リタイアだから食べてない。あ、そっか。ジャムみたいな。まあ、いちご味な。いちごジャムみたいなのちょっと。それは分からなかったです。え、認知症。認知症ではない。認知症ではない。味覚障害だったけど。お前、認知症なんて見たらどうすんだよ。いやいや、やってないですよ、認知症の人。いやいや、飲み込む力、あ、待って、途中でウミガメの産卵かって書いてあるんですよ。たまにこいつが入ってくるんだよね。確かにでかいのがね、入って。そうですね、確かに。あれ、これでもう対決は、まあ、今日の対決は、あれ珍しく、もう、いや、早っ。いつもギリギリまで、だっていつも始めるの25分ぐらい。今日は15分には始まったから。確かに今日は、これだから来月のね、まあ、来月のも含めて、うん、ちょっと視聴者の人に意見を聞いてみたいなと思うけど。確かに。